岸のアメリカリーグ、何もかもうまくいった。あの女もそろそろ切り時だったしな。まったくヤバいところだったぜ。問題は大間だけだが、ま、あの小心者だ。あれだけ脅かしておけば余計なことはする。闇の刑法第42条、偽証には三寸釘の刑。人を欺く、時には己をも欺く。その罪深き下先三寸をしばし封じる。お前はこの世には正規の法律では裁ききれない悪があまたに存在する。我が一族は何百年も昔からそういう悪を裁いてきた。人々は我々を闇の司法官と呼ぶ。いやをよかせ。そしてこれは一族累代の裁きを面々と書き連ねた判例書、いわば闇の六法全書。気がついたかな。そう、この本は人の皮でできている。不思議なことに霊界との交信が可能なのさ。龍一さん、龍一さん、龍一さん、僕村上隆一、右の者勤務先の金を着服、共犯女子社員を破滅に追いやっておきながら、官権の手を逃れ世にはばかる甚だ重い。よって闇の刑法65条により衣封じの刑に処す。地獄巡りの念願のアメリカにくるまれて行けば本望だ。